カリフォルニアの山火事で消火活動を行うアメリカ空軍の C-130 空中消火とは航空機を用いて空から消火活動を行うことである。広大な森林や険しい山が多い国では林野火災の現場まで消防車がたどり着けないことが多く空中消火専門の消防隊が存在している。国によっては消防隊ではなく軍隊、 警察や国境警備隊、山林を管轄する機関、民間企業などが行っていることもある。空中消火器には水タンクを増設するスペースがある大型機を改造するのが主流であり、輸送機が利用される。ヘリコプターは S-64ME のような輸送ヘリコプターを改装した機体もあるが、汎用ヘリコプターで水の入ったバスケットを吊り下げることも多い。 これらの空中消火器はエアタンカーとも呼ばれる。ヘリコプターによる空中消火は直接消火ではなく炎症を防ぐために行われる。エアロユニオン社のエアロユニオンエアタンカーエバーグリーン航空の747スーパータンカーアメリカ合衆国のオムショの森林局では山火事に対応するため森林消防隊が組織されており自治体が組織した。 消防隊の消火活動を補助する。また航空機から火災現場に直接降下する降下消防員も存在する。しかし、森林面積に対して規模が十分ではなく、予算が不足し、大規模な消防隊を常設できない実地体も多いため、火災発生時にはエバーグリーン航空など空中消火事業も行う航空会社やエアロユニオンのような専門会社へ業務を アウトソーシングするなど、航空ビジネスとして市場が形成されている。民間企業であるため、カナダやメキシコなど隣国でも、事業を展開している。またエリクソンエアロタンカーは MD-87 を、空中消火器に改造して運用している。世界初の森林専門消防隊である、航空森林消防隊が、広大な森林で発生する火災に備え待機している。 航空機からの空中消火に加え、現場付近にヘリコプターで移動した後、落下山で降下室上から消火活動を行う機動部隊もある。日本では1960年代から実施されている。地方自治体が所有する消防防災ヘリコプターでは、機体固定式タンクまたは吊り下げ式バケットを使用し、消火を行う。自衛隊。 中型ヘリコプター UH-1 の場合、吊り下げ式バケット、大型ヘリコプター CH-47 の場合、吊り下げ式バケットを使用し、消火を行える。イタリア森林警備隊の S-64 回、イタリアでは森林警備隊が s 6 4 f を4機配備している。大官民国三輪町の S-64E リン火災の対策として、 農林畜産食品部産科の山林庁が S-64E を4機配備している。ありがとうございます。